はい。えー、始まりました。大野隆弥のオ野ーナーライトニッポンでございます。えー、OHK リニューアルいたしましたが、ここだけは変わらずと、毎週金曜は大野隆弥の大野ーナーライトニッポンでございます。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあね、OHK がリニューアルして、まだ1週間経ってないかな。今週の月曜からなんですけど、で、えー、様々なね、意見、ご意見いただきました。うん。えー、賛否両論、 いや、P の方が、えー、多かったかなと思うんですけども。えー、それについてね、いろいろそのリニューアルした僕の本心、えー、そして、えー、まあね、いろんな方からのご意見を踏まえてね、今日は、えー、10分、えー、ぶち抜きでこのリニューアルについて喋っていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。それでは行きましょう。大野高弘の オーナニッポンはいどうもみなさんこんばんは王のたかよのオーナーイトニッポン毎週金曜より10分目とにお送りしておりますお相手は吉本芸人王のたかよが進めさせていただきますどうぞよろしくお願いします はいはいはい、えっとですね。まあ10月21日、今週の月曜日に OHK がリニューアルいたしまして、えー、っと、まあね、すべてのコメントに目を通しました。はい。えー、いろんな、ね、意見ありました。えー、それについていろいろね、喋っていきたいと思うんですけど、まずね、えっと、まあ10月の19日かな。先週の土曜日なんで、10月19日かな。 に、えー、OHK のリニューアル、うん、に伴いね、まあ本当撮影、えー、まあ本当ガラッと片撮影を行いました。うん。で、えっと、僕がね、そこで感じた手応えは確かなものでした。確かな手応えを感じました。えー、以前のね、OHK は、ダラダラとエチュード、ミニコントやったりとか、オチも決めずに、えー、中身もないままやり続けてきたと。うん、それがね、 えっと、まあ僕はもう、うん、こリゴリですね。あの、うん。あのシステム、あの感じはもうこリゴリですね。やりたくないですね。うん。まあじゃあなんでやってきたんだって言われたら、うん、やってるときは僕は楽しかったのかもしれませんけど。やっぱ周りは即興ですから、やっぱりドキドキしますしね、多少は。 えー、もうね、あのー、即興みたいなのはもう本当に二度,二度と、まあ二度とってうかね、うん、まあ本当にもうやりたくないというか、うん。で、えー、新しい撮影行われたんですけれども、まあね、月曜日がね、恋愛の検証で、火曜日があるシーンの再現、水曜日が心理テスト、で木曜日があるあるクイズでございます。 で、まあ、土曜日がライアーゲームでございまして、日曜日は、あー、OHK ネタライブ、えー、挑戦シリーズ、で、私服ファッションチェックという感じになっておりますね。様々な企画に挑戦する日曜日は。えー、それがね、まあ、ほんと固定化した。うん。えー、これについて僕はすごい、えー、良かったなと思っております。はい。 えっとまあね、えー、いろんな意見があってうーんまあ一つ目に留まったのがリニューアルしてからつまらなくなったとかどんどん悪くなってるとかっていうねまあそういう意見があったんでうーんまあそういうふうに見る人もいるだろうし、うん、でやっぱり低評価の方が多かったかな高評価よりうん。でう やっぱりね、納得はいってないっていう人はいるだろうと思います、うん。でもそういうのってリニューアルしたらね、もうつきもんですよ、そんなのは。昔の方が良かったとか。前の方が面白かったんじゃないけど。そんなね、意見はね、もうつきものです。どの世界でもそうです。いろんなところでもえリニューアルしたらなんか新しくあったら前の方が良かったとかっていう人は必ずいます。はい。 ここでね、一番大事なのは、僕がブレないことなんですよね、うんえー。撮影で確かな手応えを感じたんであれば、僕はブレないことが、えー、一番いい。うん、ただ、これは、まだ1週間しか経って、1週間も経ってないんで、これってもう、うん、ここでブレてたら、もう本当に、なんて言うんだろうね、その、意志。 が弱すぎるよね、うん、ここでブレてたらもう意思が弱すぎる。さすがに。ただ、僕が一つ言いたいのは、えー、何回かこうやってみて、これの企画だけあまりにもちょっと他と再生回数が違いすぎるなとか、 うんまあ、そういうのがあればやっぱり臨機応変に変えていくべきだとは思うんですよねまた新しい企画固定化できる企画を考えていくまあそういう風にね臨機応変な態度っていうのはまあ非常に、うん、あの重要だと思ってるんでそこはねブレてもいいかなと思っておりますただ今まだ始まったばかりなんでいろんな意見ありますけども、えー、まだね、えー、このシステムでやっていきますし いろんな意見がございますが、まあ、僕はその、ブレずにやっていきたいと思います。で、今回ね、何が一番良かったかって、まあ、今まで全企画僕が考えてたんですけど、えー、このリニューアルに伴って、えバラキとてっちゃんも,もう企画を考えるようになりました。で、言ったら、うーん僕が考えた企画なんてほぼないです。<laughs> うん、あのー、 今までとそこが一番ガルトから変わったかなうん僕が企画しちゃうとやっぱ即興みたいなコントとかああいうのが出てきちゃうんでまあそういうのほんと絶対ダメなんでもう <laughs> やりたくないんで僕ももうみんなもやりたくないだろうし、えー、だからねここはもう本当に茨城とかてっちゃんに、えー、任せてでじゃあこういう企画でいこうかっていう話を3人でして、えー、今なんで。 えー、だからね、そこは本当変わったなと。チーム OHK がより濃くなったなと思います。はい。でですね、えっと、まあ、リニューアルしていろんな意見がありました。で、これからもね、まあ、まだこの体制でブレずにやっていきます。これでダメだったらもうしょうがないと思ってます、僕は。うん。これで来年の3月まで1000に行かなかったら、これはもうしょうがないな。 思っております、まあ、それが僕のね、えー、リニューアルに際して思ったことでございます。えー、ということでね、いろいろちょっと話しちゃいましたけども、まあ、うんうん、一番良かった点はやっぱ撮影に手応えを感じたってことと、チーム OHK がより濃くなったってことですかね。うん まあね、えー、このオーナイトニッポンを聞いてくれている方は、少なくとも大野剛洋のファン、もしくは大野剛洋のおしゃべりが好きで聞いている方のみだと思うんで、えー まあね、ぜひとも、えー、これからね、大野隆弘、そして、バラキエル、長原哲也、そして、一般人か、ユニバースか、生命人も、ぜひともこの5人をよろしくお願いします。ね、えー、応援してください。えー、ということでね、ここでちょっと曲行きましょうか。えー、ちょっと原点に立ち返って、この曲流してみたいと思います。えー、僕が最初に出した曲ですね。えー、それでは聴いてください。大野隆弘で。 の中だから「こんな世の中だからもっと元気を出してこうよ」「君とまできると思わなけソン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  「あるこんな世の中だから誰も信用できないけどあなたなら信用できる」「こんな世の中だからこんな世の中だから私は」 信用できる信用しなきゃダメ信用されなきゃダメこんな世の中 はい、聴いていただきました。大野高色で、こんな世の中だから、てんてんてんでした。ありがとうございました。えっ、ー、と、まあ、最初の曲、まあ、もう4年前の夏ですね。えっと、うん、いい曲だなと思います。<laughs> うん、僕は大好きな曲です。聴いていただきました。大野高色で、よ、こんな世の中だから、てんてんでんでした。ありがとうございました。では、インニッグ行きましょうえっ、ー、とですね、 えー、まあね、リニューアルして、えー、まあね、うーん、いろんな意見あります。ただね、一つね、すごい嬉しかったのが、面白かったですっていうね、コメント。やっぱそれ救われますよね。うん。あのー、やっぱそれがね、一番僕ら、やってる身としては、非常に嬉しいというか。 うん、全然面識もない、えー、見た顔も見たことない、ただネット上だけのつながりなんですけど、それでもね、温かみを感じるっていう、ええー、まあ現代の日本らしい、現代の世界っぽいね、えー、つながりですね。うん、なんかネットで温かみを感じるなんてあんまりね、ないじゃないですか。 ええー、まあだからね、それが今のやっぱ世の中なのかなと思いましたね。うん、なんか珍しい、えー、僕の中で現象でしたね。うん、すごい嬉しかったです。はい。えー、まあね、こうやっていろんなコメントをくれるだけでもありがたいですし、えっ、ー、と、まあ反応ね、低評価、高評価。まあもちろん低評価が多いのはね、えー、残念ですけど、 まあこういう風に評価をくれるっていうことはね、やっぱ無関心が一番怖いと思ってるんで、僕は。うん。だから反応が来るっていうのは良いことだと思うんですけど、やっぱりね、高評価の方が多い方がもちろん嬉しいんでね。えー、ぜひとも高評価の方よろしくお願いします。えー、OHK ね、えー、まあ変わって、えー、行きました。まあいろんなね、これからの企画あると思いますけども、えー、ぜひとも OHK の方よろしくお願いします。えー、僕らね、えー、精一杯。 えー、面白い動画作ろうと思って、真剣にやってますんで、真剣にふざけてますんで。はい。それが仕事ですから、芸人のね。えー、やってますんでね。どうかこれからもよろしくお願いします。えー、大野高竜のオ野ナラトリップを毎週金曜夜10分目のにお送りしてきました。お相手は吉本芸人大野高竜を務めさせていただきました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。では最後に一言夢で会いましょう Baby!